ここもセキュリティレベルで封鎖されてやがる。さて、レベルを下げるためには。地下駐車場の奥の方に敵の反応があります。よし、行ってみるか。くそ、陥没していて先に進めねえ。誰がこんなことを。なあ、アイ、陥没の向こうへ行くのに何かいい手はねえか。お役に立てるかわかりませんが、先ほどそのジョーカーメモリに似た反応がありましたよ。な、本当か？それを早く言えよ。電電センサーで調べてみるか。これはサイクロンメモリー。こいつがあれば仮面ライダーダブルになれる。仮面ライダーダブル、フートを救ったという、あの、なんだ、知ってたのか。なんでそんなこと。すみません、なぜ知っているのか思い出せません。なぜこいつがバブルのことを知ってやがるんだ。これでよしと。さあ頼んだぜ。あとは返信を解いて反応を待つだけさ。変身！サイクロンジョーカー。ようやくだぜ。いや、翔太郎、元気そうで何よりだよ。よう、フィリッペ、俺もお前のところに届け物が届いて何よりだ。翔太郎さん、その声はもしかして。ああ、紹介するよ。こいつが相棒のフィリップ。よろしく頼むよ。君はアイって言うんだね。はい、アイと申します。このセクターシティのナビゲート AI です。ナビゲート AI、 なるほど、それでアイなんだね。おいおい、ダジャレかよ。翔太郎さん、敵の反応は。おっと、そうだった。フィリップ、詳しい話は後にするぜ。やれやれ、相変わらず大騒ぎだね。あのマーク、やはり財団 X か。あの敵を倒せばセキュリティレベルが下がりそうです。翔太郎、今回も大事件のようだね。まずは君が知っている情報を全て教えてもらおうか。ああ、話さなきゃならないことが山ほどある。なるほど、謎の怪物、コアエナジー、事故に巻き込まれたアイダ博士、そして姿を消したゼウス博士か。実に興味深い。お前から見て何か分かったことはあるか。状況から考えて財団 X が関係しているかもしれないね。このアイという AI のこと僕たちは知らなすぎる。翔太郎、君は愛のことをどれだけ知ってるんだ。信用していい存在なのか。そりゃあお前、探偵の勘が愛を信じろって言ってるんだよ。探偵の勘ね。おい愛、なんか言ってやってもいいんだぜ。私はただのナビゲート AI ですから。炎だな。先はどうなってるんだ。炎は全く燃え尽きる気配がない。ただの火事ではなさそうだよ。火事も気になりますが、先ほどの敵の撃破でビジターセンターの入り口が解放されました。そうか、アイダ博士の足取りが知りたい。すぐに行こう。ここからビジターセンターになります。どうだフィリップ、万事順調じゃねえか。とにかく先を急ごうぜ。この部屋から反応があります。誰かいる、敵か。ナスカ、久しぶりだな仮面ライダー。
お前が探しているのはこのガイアメモリかな。まさかお前キリシコなのか。翔太郎さん、その方とお知り合いなのですか。ナスカは、園崎キリヒコは俺と同じフートを愛したやつだ。だけど彼は死んだはずだ。その方から強力なコアエナジー反応が出ています。なあ、本当にキリヒコなのか。何か言ってくれよ。私は死んだ人間だ。今さら何かを言うつもりはない。私がするべきことはただお前と戦うことだけだ。戦うしかねえのかよ。やはり強いな。だがこれでいい。お前まさかわざと。なんでそんなこと。これでいいんだ。どういうことだよキリヒコ。説明する時間はないようだ。私に一つだけ教えてくれ。フートの風は今も変わらないか。ああ、あんたが生きていた頃と全く変わってないぜ。そうか、よかった。お前を信じフートを託して。本当に良かった。キリヒコ！翔太郎。翔太郎さん。はい。さっきナスカからコアエナジー反応が出てるって言ってたな。とても高い数値のコアエナジー反応が出ていました。フィリップ、お前どう思う。財団 X を思わせる X の文字、倒したはずのドーパントの復活、そしてコアエナジーの研究、実に興味深いね。相棒、俺もこの街の風が助けてくれと叫んでいるように聞こえるぜ。この町には大きな裏がありそうだ。はい、君も本当にナビゲート AI なのか。これまでの愛を見て怪しいところは何もねえ。それに愛は依頼人だ。依頼人に疑いの目を向けるのは探偵のやることじゃねえ。そんなことじゃ愛だって俺を信頼してくれるわけがねえ。それが俺のやり方だ。まったく君ってやつは信頼。とにかくこれまで通り俺は愛を信じる。これからもよろしくな。はい。はい、信頼に応えられるよう頑張ります。ヒートメモリも手元に戻った。今はとにかく先に進むしかねえな。この近くにゲスト ID 登録の端末があります。そこでアイダ博士の ID を調べましょう。